はい、皆さんこんにちは、ね、こんにちは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 、JR の久留米大学前駅に来ました。九大本線です。どれが久留米大学？久留米大学、久留米大学がないです。あれ高校って書いてある。高校で、そこになんか甲羅大社、あそこに遠くに見える、え、これが甲羅大社です、のなんか跡地がそこにあるみたいで、はい、ここになんか古墳みたいのがあります。久留米大学前、世界のツツジセンター。ツツジも終わったですね。世界のツツジだね。だからこっち古い。そしてここになんか向こう側に渡れる橋があります。何なんでしょうか。線路の上を横切っている橋。向こう渡っても何もないよ。え？あ、踏切もある。こんな感じ。列車がこれ。あ、なんかまっすぐ、まっすぐ。そして、なんかあるの？え？何これ？何これ？あ、船の水着は。何？なんかあるの？怖いな。あら、本当だ。お風呂かぶる。月寄るけど。え、一匹？カモ。歩いて歩く。え、汚い、あれ、モニ。突っ込んで、モニ突っ込んでいった。ああ、体も、モニだらけになった、今。どこ行くの？ああ。お茶早いよ。早いな、あ、上がった。上がった。あれ、かわいい、歩いてる、かわりちゃん。なんか動き速くなかった。めっちゃなんか漁ってるけど。なんで一匹だけなんだろう。何やってるの。逃げた。めっちゃ探してる、なんか。馬清水三井神社と浅妻の清水。神社がありました。